シャノン・パーサーはアメリカ合衆国の女優である。女優になる前、パーサーは地元の映画館で働いていた。パーサーが女優デビューを果たしたのはネットフリックス配信の SF ドラマストレンジャー・シングスであった。パーサーは主人公の親友であるバーバラ・ホランドを演じた。小さな役どころではあったが、パーサーの演技は好評を博し、ネットを通じて一気に注目度が高まった。 同作での演技で、パーサーは、プライムタイムエミー賞に、ノミネートされた。その後、パーサーは、CW 放送のティーンドラマ、リバーデールや NBC のミュージカルドラマ、ライズに出演している。2018年には、メディッサ・マッカーシー主演のコメディ映画、ライフ・オブ・ザ・パーティーに出演し、メジャー映画デビューを果たすことになったが、彼女の出演シーンは、劇場公開版からは、 カットされることになった。同年9月には、初の主演映画、シエラ・バージェスは、ルーザーがネットフリックスで配信される予定である。現在、パウサーは、ケネソー州立大学に通っている。2017年4月18日、パウサーは、自身のツイッターで両性愛者であることを、カミングアウトした。ありがとうございます。